手先などでも気軽に取り入れることができるエニタイムエクササイズに挑戦していただきます。さあ、私の方が動き方をご説明いたしますので、チャレンジお願いいたします。頑張ります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、早速なんですが、まずは通学通勤の途中にでも取り入れられる片足上げ運動を挑戦してもらいましょう。これ CM の中でもなさっていた簡単なエクササイズとなります。まずはちょっとやり方をご説明しますが、はい、最初に両足を肩幅程度に開いていただき、はい、右足に重心を乗せて立ち、左足を横に開いて上げていただきます。この時なるべく上半身は傾けないように気をつけてくださいね、はい、バランス力も問われますよ。これね、撮影もヒールでやったんですけど、結構このヒールのおかげでさらにこう体幹が使えるんですよね。そうなんです。さあ、そういったところもちょっと皆さんチェックしていただきましょう、はい、じゃあ今ここは通勤途中に駅のホームで電車を待っているというちょっとシチュエーションを想像いただきながら演じていただきつつ、この動作繰り返していただきましょう、はい、それではチャレンジスタートです。はい、いきますよいいですね。じゃあちょっと運動していただきつつエクササイズしながら池田さんにちょっとお話を伺いましょう、はい、さあ、新 CM では全部プラスに変えちゃえというメッセージがあったんですが、はい、池田さんがプラス思考、前向きになるために心がけていることってどんなことでしょう、はい、早速若干きつくなってきてはいるんですけどまだまだですよ。はい、頑張ります、前向きになるっていうのはこれは私なりのコツなんですけれども、うん、こういくつか自分の中に選択肢を作ってあげるようにしていて、っていうのも自分で作った選択肢だから、そのなんだろう、自信を持つことができるし、喋りながらやるのめっちゃ難しいですね、ちょっと言葉をまとめますね。なんかなんだろう、もしなんかこう悩んだ問題に直面した時に自分で選択肢を作って、それを自分で選んで行動しているっていうことが自信につながったりするので、なんだろう、悩んでいても選べる余裕があるってこともそうですし、なんかそういうやり方が私的にはポジティブになれる、喋れてますかね、私言葉がうまく組み立てれてなかった、皆さんうまいこと書いていただきたいなと思うんですけど、そうやって、はい、でもなんかこうたくさん選択肢があれば、はい、こう一つの選択肢もしダメでも、あ、じゃあこっちにチェンジしようかなって変えることできますからね。そう、止めてくださらないですね、うん、これ止めないですよ、はい、なんだかちょっと私嬉しくなってきましたが、はい、エニタイムエクササイズありがとうございます、はい、一つ目終了です、はい、いい運動です、うん、いいですね。さあ、ということで仕事しながらエクササイズしていただいておりますが、はい、ちょっとやってみて改めていかがです？逆の足はしません後ほど控室で、あ、分かりました、逆の足もチャレンジしていただきましょう、はい、さあ、では続きまして、はい、通勤を経ましてオフィスに到達いたしました、はい、さあ、ここではステージ上の椅子ご用意いたしますので、オフィスをちょっと想像していただいて、オフィスでも取り入れていただける椅子を使ったエクササイズ取り組んでいただきます。こういうことですね。さあ、まずは椅子の横を両手でしっかりと掴んでいただいて、お尻の位置固定します。はい、ここポイントなんですが、背筋を伸ばして腰を反らないように、これ気をつけるのがポイントとなります。続いて両足をまっすぐ伸ばしていただきます。私の方で10秒カウントしますので、ちょっとオフィスを想像していただいて、お仕事の合間ちょっと足を上げていただいてキープしていただきます。よろしいですか、はい、それではチャレンジスタートです。1、2、3、仕事の合間このぐらいでしたらみんなできるんじゃないでしょうか。腹筋にも力を入れてくださいね。8、9、10秒、はい、終了です。これは余裕といった顔ですね。そうですね、うん、でもこう姿勢維持につながる気がしました。そうですね、背筋をピンと伸ばしてやっていただくということで、うん、こう背筋がピンと伸びたっていう感じもしていただいてるじゃないでしょうか。今お腹を押さえていただいてますけど、腹筋にちょっと効いたなっていう感覚ありますよね。そうですね、
腰に沿ってる状態だと腹筋が使えてない時もあるんで、今やってと思ったのはこれをしてちょっと終わった後もこの状態を維持してあげて仕事するとさらになんかいい時間の隙間時間の使い方になるなって思いました。今なんかピシッとすごく背筋が伸びていて、いやいい感じですね。さらにできる女度が増しましたありがとうございます。さあ ではそのまま両腕を曲げて、はい、肩の高さまで上げていただきます。左右交互にゆっくりと腰をひねっていただきます。さあということでチャレンジスタートです。はい、さあそれではちょっと今チャレンジをいただきつつ今ちょうどね、はい、腰ウエストに効いてるかと思いますので、これ来ますね。この状況で話を伺いましょう。さあ2プロテインの数字の2には欲しいものはいつも2つあるというメッセージが込められているんです。はい、今まさにこうして記者発表会で働きながらエクササイズという2つの行動に取り組んでいただいております。では池田さんが今欲しいもの2つエニタイムエクササイズをしながら教えていただきましょう。お願いします。欲しいものはそうですね、暗記する力、こうパッと見たものをパッと言える力が欲しいですね。やっぱ日々台本に追われているので、はい、パッと覚えてパッと言えたらいいなと思います。ほう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 。じゃあ暗記する力を一つだとすると、あともう一つは、もう一つは、うん、私は昔からおしゃべりするのが遅いので、こうハキハキ喋れるようになりたいなっていつも思っています。十分ですよ。あ、本当ですか。うん、結構そのまったりしちゃう癖があるので、なんか私の周りの女優の友達は結構ハキハキ喋るのでいいなと思っています。俳優として活躍するエライザさんならではの欲しいもの2つ教えていただきました。もういいですか。はい、エクササイズ終了です。はい、お疲れ様です。汗かきました。もう、じんわりと体温かくなりました。なりました。